しましたナンバーサザンオールスターズの2000年の曲ですね、津波でした。新井さんからリクエストいただいております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ紹介します。スパイシーさん、藤田さん、スタッフの皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。海抜の高さのお話をしていた、はい、地域版でね、はい、住んでいる地域でも海抜の高さの表示プレートがいろんなところにあります。東南海地震が起きて地域の津波予想は10メートルの予想です。はい、はい、家は海抜3メートルあるかなという場所です、はい、今は海抜が分かるスマートフォンのアプリもあるから一応それも入れていますといただきました。はい、スマートフォンではね、その、うん、それぞれの場所での、その避難場所などをね、表示したアプリなどもありますからね、そういったものもね、はい、ぜひ皆さん活用していただきたいなと思います。本当にね、その備えというのは、うん、まあ、もちろん物を用意するっていうのもありますけども、うん、知ることっていうのも大きな備えになるのではないかなと思いますので ね、はい、ぜひ皆さんも様々な、ね、方法ございますので情報収集していただければと思います。さて、そういった中で交通に関する情報が入ってまいりました。はい、13日今日の午前7時10分ごろ、神戸市東灘区阪神高速神戸線深江魚崎間の西行きの車線でトラック3台と乗用車1台が絡む玉突き事故が発生して、合計8人が怪我を負った模様だということです。兵庫県警高速隊によりますと、この事故の影響で現場付近は数キロにわたって渋滞しているということです。今現在直接の影響というのは出ていなくてもですね、はい、まあ、これから